しいけど、身長はわずか152センチ、外国人選手と並ぶとこの身長差。そんな彼女が見せた衝撃の泳ぎとは、実際の映像がこちら。スタートしました。4コース青山、全選手一斉にスタート。他の選手が浮き上がり泳ぎ始める中、ひたすら潜り続け、25メートル通過、場内が湧いてきた。30メートルで浮き上がった。すごい。潜水で圧倒的な差をつけ、そのままぶっちぎりの1位でゴールした。潜水したまま泳ぐと水の抵抗が少なく、スピードは出やすい。反面、息継ぎをしないため体力の消耗が激しい。青山のように30メートル以上も潜水するのは水泳界でも常識破りの泳ぎ方なのだ。選手でも30メートル潜ってその後バタフライ泳げって言われたら泳げないと思います。しかも現役の時でもできなかったと思います。だが青山は小学生の頃からすでに潜水泳法をはじめ、その技術を磨きに磨き、13歳で早くも日本一に。さらに14歳で挑んだ初めてのオリンピックでも